コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才ショート作成、右投げ両打ちのショート、フォームは内藤、好きな球団は、球団固有キャラは出てこないんですが広島でやっていきたいと思います。ということでヒーリングカードと天才カード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ドン、星172、いいね、強いね。まあちょっとマップ、この赤おにぎりがジャーマだけど、ウェイナイスカイフ。あー、そこはアンパンマンさんですね。はい、ダイダー。まあまあまあ、おお、カード強い、ナイス。やる気を先に取りたかったんだけど、まあ一番奥なんでそこは仕方ないな。その現象は余計だってことで、やる気を上げて終了。まあまあまあ、ここからね、宝箱。いいんすか、捨て2で野良世界、ありがとうございます。もう超珍しいよ、捨て2の野良世界は。打ってくるね、左側で。ゴールがちょっと端なのかな。あ、 A で飛べば確実か。いや、形変えちゃおう。そしたら上行くじゃん。で B で、B がまた下か。でも選手にはちょっと早めに会ってかないといけないんで、これで A に行くか。で真ん中側に出た、真ん中下だね。これで選手にとりあえず会って、で A が、 A 上か、 OK。セディーニョ弾道。さて、エミリさん、エミリさん、 A が、あー、 A そっち側か。あ、でもいいな、これで A で飛んで、左にここから回復と塩ビを取りに行く。上かーい、上なのかい。逃げる。あー、もう出れないんか。じゃあ、右上ですね。ちょっときついかな。対左もらえない。肩強化、回復3球。なんか欲しいキャラじゃないんだよな、実在選手ばっかなんだよね。 B で飛んで、あ、いいね、選手動かなかった。3球。オスナさん、ミート。 B が下か、下か、合ってねえな。 B が、おお、これ B で飛んじゃおうかな。左上に出る。左上に出たのはノイジーさんか。あー、今こっち側で外に合いつつシャッフルで良かった気する。ふう、プロ入り。まあ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 、ナイス。プロ入りはゴールすれば関係ねえ。勝った、サンキュー。外、外かい。あ、そっち行ったか。 A でした、 A でした。いや、飛ばんくていいな、これ選手2人青。止まる、赤を消す。どうしよう。効果、まずは外さん、総力、ヒーリング強い。3連続 OK。 まあここまでかな、まだ捨て2だもんね。まだ捨て2、ヒーリング強すぎないか。選手出てこなかったんでおしまい。ノイジーさんだけ会えない。あー、これ今 A で飛べばワンチャンあったじゃん。まあいいや、しゃあない。いや、捨てに乗らせ替えはマジで嬉しいね、気持ちいいね。さあ箱。おお、マップも悪くはない。選手が出れない、金徳くんな。ほい、うい、超回復。いや、いいですね、やりますね。はい、たまらんですね。いいですね、チーブ。マジそういう2はほんとやめてほしいね。窮地からの偉人伝、阿部ヒー大変化球。いいね、ミート A で。ちょっと弾道さんがいただけないかもしれないが、これ総力いっとこうかな。でワンチャンやつ降ってくるけど大丈夫だった。捨
して3でこれは強いぞ。スタート1割る。宝箱。まあここでシャッフルしてってところかな。しゃあないわ。逃げるな、逃げるな、みんな逃げるじゃん。おい、ナイス超回復サンキュー。なんでそんな逃げるんですか。会いたくないんですか。会いたくないだと。ゴー。うん、あー、なるほど。でもショートなんだよね。パワーに上がるのは嬉しいんだけど、ショートなんだよね。無理、それは無理。もう一回プロ入りゲットできないかな。ダメでしょうかね。ここまではね、伸びてる。ラスト。おい。おー、赤おにぎりを回避して上まで行けるルートもありますね。避けていく。絶対会いたくないって言ってんじゃん、これ。シャッフルマスも邪魔だもんな。でも宝箱の方行くんだったら、あ、でもこのルートでいいか。弾道下げる。マジ弾道ねえよ、もう。青ナイス、出てこない。野球マン、おお、新偉人伝強い。4つだ、4つ。粘り、守備職人、プルヒニ、バント。バントはいらんねえ。でもこれで上来い、上。ナイス、最高かよ。完璧かよ。お主やるね。素晴らしい回復量で、隣隣。なるほど、これね、こっち行ってると次のターンでここをロックオンされる可能性あるんで、もうシャッフルするか。上向き、まあまあまあね。ロックオンされないの前提じゃないんですかそれ。マジかよ。これ上行くか。すぐには来るルートあるじゃん。めちゃめちゃあるじゃん。さよなら。うわー、これ体力ワンジャン全部持ってく可能性あるんだよな。頼む、ちょろいぜー、神ゲーだー。さあ555、弾道が欲しいですね。これ先にハテナマス行くとなくなる可能性あるから、それが嫌なんだよな。また戻る、また戻るんすか。パワーがなくなった。まあでも弾道2だったら、お、来るんかい。弾道2だったらよかったなって言おうとしたら弾道来るんかい。悪くねえよな、めちゃめちゃ悪くねえよな。ほい、うーわ、やってるわ、やってるわ。しかも絶好調だしね。補給はいかんくていいか。で、これ肩行くついでに、ウエポンさん、ウエポンさん、ウエポン、ノーポン、ポンポンポン。これ弾道を上げるのもあり。待てよ、1234567891。うわー、ダメなんか。そうだな、パワーは捨てて守備の方行って、これでもう1234567だな。いや、めちゃめちゃ伸ばしたね、すごっ。博士なしだぜ。やばい、選手できました。楽しい。やっぱりサクサクセスは神ゲーですね。はい、いかがだったでしょうか。それでは名前設定いってきましょう。はい、名前設定してきました。名前、星642から虫くんという名前になりました。いかがだったでしょうか。捨てに乗らせ会、めちゃめちゃ気持ちいい。そして基本能力、特殊能力、めちゃめちゃ成長しました。果たしてどれだけ頑張ってくれるか、オートペナント回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、打率3割4分3厘。見事ミート S96 の阿部ヒ、素晴らしいですね。あと初級丸ね、あの個人的に好きな特能なんですけども、それが入ってるんでいい成績残してくれたかなと思います。今回は広島の1番バッターとして頑張って、まあ200安打届かなかったんですが199安打、
最多安打のタイトルで、二塁打43、これも最多かな。で、三塁打が2本のホームランは19本でした。弾道4パワー B のプルヒー、20本いって惜しかったけどね、惜しかった。で、ここかな、悔しいのは打点が58で、まあ1番バッターだったからここはね、あんまこだわんなくてよかったんですけども、得点圏打率7分マイナスです。落としちゃってますね。で、あとはそうだな、得点が113、ダントツでしょう。三振率1割1分5厘、これ気持ちいいね。粘り打ちあったからかな、おかげさまで。あとカット打ちがあったらなおよしだったかもしれないわ。はい、ってことでフォアボールが92で、盗塁が31個、8割1分6厘の成功率。タイトルは取れていないんですけども、素晴らしいですね。1番バッターとして3割、そして30盗塁を超えました。いかがでしょう、素晴らしいね。猛打賞23回、の対左対右はほぼほぼ変わらず、あとは出塁率4割3分3厘で、こちらタイトルゲット。 OPS は955。そして今回せっかくなのでね、ショートで守備編も見ていくと、エラーが2つだけです。素晴らしいですね。捕球 S100、 守備力は B でした。いいですね。ということで今回の虫くん取ったタイトルは、首位打者、最多安打、最高出塁、新人王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞の合計6個でした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。